アッシュル・エティル・イラニは古代メソポタミア地方の新アッシュリア帝国の王である。即位後わずか4年で亡くなった。発見されている資料は少なく、統治中の出来事を推測するのは困難である。軍事的遠征や狩猟を行った記録がないことから、見て弱体な支配者であった可能性がある。アッシュル・エティル・イラニは、アッシャー・イットル・イラニ、アッシャー・イテル・イラニ、 アシュラティ・リラニなどと表記し、設計文字では、オスル・イットル・イラニ、アッシュル・カミは、神々の長なりを意味する。アッシュル・エティル・イラニの人物像の詳細はわかっていない。彼は、在位期間が短く、わずかな碑文しか残さなかった。資料の欠如のため、彼とその知性について推測するに足りる情報は、ほとんどない。アッシュル・エティル・イラニが、 軍事的遠征や狩猟を行った記録がないことから、見て弱体な支配者であった可能性がある。よく知られているように、過去のアッシリア王たちは、こうした活動を極めて頻繁に行っていた。このことは、ユダ王国のような、アッシリアの属国が、その支配から離れ独立して行動する状況を、誘発したかもしれない。アッシュルエキルイラニの地位は、 兄弟のシンシャルイシュ君に継承された。継承の状況は不明瞭であり、暴力的な手法による継承であったかどうかはわからない。アッシュルバニパルの治世最後の数年間とアッシュルエティル・イラニの治世は利用できる資料が極めて不足している。アッシュルバニパルの治世における第一の資料であるアッシュルバニパルの年代記の記録は1636年以降を網羅していない。 アッシュルバニパルの治世の終了はしばしば全627年とされるが、これは一世紀近く後にシンバビロニアの王ナ・ボニドスの母がハラーンに作らせた秘文によっている。アッシュルバニパルが生きて王として統治していたことを示す最後の同時代資料はニップルで全631年に作成された契約書である。彼の後継者たちの持つ確認された統治期間と整合させるため、 大半の学者はアッシュル・バニパルが1631年に死亡したか退位したか追放されたと考えている。そしてこの3つの可能性のうち1631年に死亡したという見解が最も受け入れられている。もしアッシュル・バニパルの治世が1627年に終了したとするならば、後継者であるアッシュル・エティル・イラニとシンシャル・イシュ君の秘文がバビロンに数年分、 存在するという事実と整合しない。これは、バビロン氏が新バビロニアの王ナブポラッサルによって、百6 2 6年に占領されており、その後二度とアッシリアの手に戻ることがなかったためである。アッシュルバニパルは早くも、六6 6 0年には後継者を指名しており、王大使に言及する文書資料が残されている。アッシュルバニパルは統治の早い段階ですでに少なくとも一人。 そしておそらくは二人の息子を持っていた。このアッシュルバニパルが早いうちに儲けた息子たちが、おそらくアッシュルエティルイラニとシンシャルイシュ君である。我が父はあまりを育てなかったというアッシュルエティルイラニの、ある秘文のフレーズに基づき、彼が幼くして大いについたという一般的な想定が存在するが、しかし同じフレーズが、アッシュルバニパルの祈りの中に登場すること、そして、 アッシュル・エティル・イラニの治世中に王子がいたことが証明されていることからアッシュル・エティル・イラニが即位時に幼かったということはありそうにない。前6 3 1年に父アッシュル・バ・ニパルが死亡するとアッシュル・エティル・イラニが即位した。アッシュル・エティル・イラニからラブシャケであった新種ムリシルへの土地の授与によってアッシュル・バ・ニパルの死亡は自然死であったことが示唆されている。 アッシリアの歴史における大抵の王位継承と同じように、アッシュリエティルイラニのアッシリア王即位は当初反対と同様に直面していた。新種ムリシルへの土地の授与において、ナブーリフツウツルと呼ばれる役人の活動が言及されている。彼はシ,ンシャルイブニという別の役人の助けを借りて、アッシリア王位の散奪を試みた。新種ムリシルはおそらく、ナブーリフツウツルと、 シンシャルイブニを抑えて、アッシュリエティルイラニの即位を助けた。この反逆行為そのものの資料が存在していないことから見て、三奪の陰謀は、比較的速やかに潰されたものとみられる。ニネベ氏の発掘調査において、アッシュルバニパルの死亡の頃の火災跡が見つかっており、もしかすると、この陰謀は首都における暴力と同様を、引き起こしたかもしれないことを示している。 バビロニアにアッシュル・エティル・イラニの秘文が分布していることからアッシュリア帝国の南部において彼が父アッシュル・バニッパルと同様の支配権を行使していたことが示されている。バビロンに和族をカンダラヌが置かれていたが実際の政治、軍事上の権限はアッシュル・エティル・イラニにあった。アッシュル・エティル・イラニの秘文はバビロン、ディルバとシッパル。 ニップルといった主要都市すべてで発見されている。アッシュル・エティル・イラニという人物について確かな仮説を構築するには現存する彼の碑文はとても少ない。アッシュリア帝国の最も重要な都市の一つで、かつての首都であり彼の宮殿があったカルフでの発掘では、父アッシュル・ワニパルラ以前の王たちが強さや成功を表現するのに用いていたような、 レリーフや彫像が見つかっておらず、これは彼が父よりも自らを誇るところが少なかったと解釈できるかもしれない。このような描写が欠如している理由の一部は、アッシュリエティル・イラニが軍事遠征や狩猟を行っていないことにあるのかもしれない。彼のカルフの宮殿は小さな部屋を持つアッシリア王室の標準によりかなり小規模なものであった。アッシリアの属国の一部が アッシュルエティルイラニを弱い支配者だと認識し、その在位の間にアッシリアの支配下からの離脱、さらにはアッシリアの全員招致への攻撃さえいった可能性もある。例えば1628年頃、表向きはレバントの属国であったユダ王国の王ヨシアが地中海の海岸自らの領土を拡張し、アシュドド氏を占領して、自らの親民の一部をそこに住まわせた。 アッシュル・エティル・イラニが兄弟のシンシャル・イシュ君と王位をめぐって争ったという過程は根拠を伴わず頻繁に提示される。実際、アッシュル・エティル・イラニの死と兄弟シンシャル・イシュ君の即位をめぐる正確な状況は不明であるが、アッシュル・エティル・イラニがクーデターによって追放されたり殺害されたりしたことを示す資料は存在しない。アッシュル・エティル・イラニの短い治世中の現存秘文は、 極めて少ない。カルフのラブー神殿のレンガに残された彼の称号は次の通りである。世はアッシュルエティルイラに世界の王、アッシュリアの王。世界の王にしてアッシュリアの王、アッシュルバニパルの息子。世界の王にしてアッシュリアの王、エサルハドンの孫。彼の知性はしばしばアッシュルバニパルが全6 3 1年ではなく、 1627年に死去したという過程のもと、誤って、1627年、1623年とされる。ありがとうございます。